はー、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回はおすすめのコスパ ST の選手たちの強さランキングになります。まあ、コスパっていうところで、まあ、1万コイン以下で、買えるような選手たちを、選びました。で、今回はまあランキング付けとして、ベスト5で、紹介をしていきたいなっていうふうに思います。まあ、特にこう安くて、強い選手たちを選んだので、まあ、この人をエースにするっていうのも、全然いいんじゃないかなっていうふうには思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずは第5位、第5位は、フィルミーノです。フィルミーノ、まあ、スキル5、前線でスキル5を持ってるっていうのは、かなりでかい、要素の一つかなっていうふうには思います。もちろんペースとかっていうのはそこまでは、ないので、めちゃくちゃフィルミーノで裏抜けをさせるっていうところでいくと、あの難しいような選手にはなってくるかもしれないんですけど、やっぱりリンクマンとしての中盤と、前線をこうつなぐような役割としての、フィルミーノっていうのは非常に使いやすさっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、純粋な、ストライカー、ゲーム的に強いストライカーっていうわけではないかもしれないんですけど、まあ、非常に扱いやすくて、おすすめのできるような選手になっているので、まあ5位に入れたっていうような形になります。まあ、スキルを逆足5っていうのは非常にやっぱり前線で、でかいです。普通にでかいで、全然強い、選手にはなっています。で、そして第4位、第4位は、イニャキ・ウィリアムズです。イニャキ・ウィリアムズ、まあ、この人以降は、まあ、4位以降は、おそらく純粋なストライカーとしての認識がいいかなっていうふうに思います。で、イニャキは特にやっぱ裏抜けが、非常に速い選手で、まあ、金のこの選手なんですけど、ペースが94あるっていうところで、まあ、かなり速い選手にはなってますね。なんで、まあ、一番は裏抜けで、生きるような選手にはなってるんですけど、まあ、逆足2には少し注意は必要かなっていうふうには、思いますね。裏に抜けた後に、まあ、左足で打つっていうのは、まあ、結構望みは、決まる確率は低くはなってしまうかなっていうふうには思いますね。まあ、正直それだけがネックというか、他はフィジカルも強いですし、まあ、ドリブル面はね、それだけこう身長もあるのでフィジカルも強いってところで、まあ、持ちにくさっていうのは、あの多少はフィルミーノに比べたらあるような選手ではあるんですけど、まあ、純粋にはストライカーとして裏抜けだったりっていうのは非常に、優秀なので、ここに入れたっていうような形に、なります。正直逆足2じゃなければもうちょっと高い順位にはしてあげたかったなっていうところ、なんですけど、まあ、ここに、なってます。まあ、4位になってます。で、そして第3位、第3位はオシムヘンです。オシムヘン、まあ、オシメンなのかな、オシムヘンかな、オシムヘンでいきましょうか。まあ、どっちでもいいとは、思うんですけど、まあ、この人スキルが3で逆足が4なんですよね。で、前線でスキル3どやねんっていう風に思いますけど、まあ、ハーランドがめちゃくちゃ強いっていうのを考えると、まあ、そこまで、まあ、重要視は今の現環境ではしなくてもいいんじゃないかなっていう風に思いますし、コスパのところでいくと、まあ、スキル3でも、まあ、使いようはあるのかなっていう風には感じます。で、こういうとペースが速いので、まあ、裏抜けはもちろんできます。で、あとはフィジカルがかなり強いです。まあ、身長も185あって、あのフィジカルの能力も85、あるので、結構ね、背負えたり、するタイプですね。で、あとは裏抜けのところに、まあ、イニャキもそうかもしれないですけど、まあ、イニャキ以上に相手を抑えながら裏抜けができるっていうところで、まあ、一歩、違えば相手の裏、あの相手の体の、ね、ところに入って、まあ、入れ替わって、そこからキーパーと1対1でシュートとかっていうのができるような選手なんで、まあ、こういったかなり、オフザボール面だったりとかで、強いような選手ですね。で、先ほども言った通り、やっぱりスキルが、3なので、自分で持って何かができるっていうようなパターンは少ないと思いますけれども、やっぱり先ほどこうフィジカルの面とか、あの球際が強いですね。例えばフラスルとかでも五分五分のボールを、相手のフィジカルでバーンって、ディフェンダーにバーンって突っ込んで、まあ、なぜかオシムヘンのボールに合ってるとかっていうのもあるので、結構フィジカルでいける球際が強いような、選手になってくるので、まあ、そういう使い方が一番、
ヨシムヘンが生きるような形にはなるんじゃないかなっていうふうに、思います。でその後もシュート決定力が88あるっていうのはかなり高いですね。冷静さは低いんですけど、それでも、まあ、自分の体感としては、まあ、別に普通に決めてくれた、ような選手になるので、まあ、決定力88っていうのはでかいんだろうなというふうに思いました。まあ、キミがねちょっと難しいので、やっぱセリエで固めるか、しかないと思うんですけど、まあ、普通にこう値段が1100はちょっと安いな、もうちょっとなんか2000ぐらいあっても、まあ、全然おかしくないかなっていうふうに思ったので、ここの3位に、入ってます。でそして第2位はゴンサロゲデスです、ゴンサロゲデス、まあコスパの選手で、前線としては優秀な、選手になるんじゃないかなっていうふうには思います。ペースもありつつシュートも打てて、ドリブルも、ある程度できるっていうような選手で、まあコスパの、スカットの中でも、まあイニャキもそうですけど、登場をしてきた、選手になりますね、ゴンサロゲデス。まあプレミアの ST の中では、まあこれだけ能力が高くて、まあ1万以下で買える選手の中ではかなり、強さだったりとか、コスパ面っていうのはいいんじゃないかなっていうふうには、思いますね。で、この人も比較的、身長が高い方なので、めちゃくちゃボールが持てて、ボールタッチ細かいっていうような選手ではないんですけど、まあそれでも、こう身長を生かしたフィジカルだったりも多少は、ありますし、まあなんせ、こう、そうですね、オシムヘンとかよりフィジカルは強くないけど、フィルミーノとかよりかはこうフィジカルがあるっていうところで、そういうこう中途半端が逆にいいみたいな、ような選手になってますね。なんで、まあ、そこで、いい選手もう今作に入って、初めてこうコスパの選手として序盤に登場してきた選手なんで、まあ、多くの人も使ってますし、めちゃくちゃ自分は1万以下の中で前線を務めるとしたらゲデスは、全然強いような選手になってくるんじゃないかなっていうふうには、思います。でそして、第1位はムリエルです、ムリエル、まあ、セレイのアタランタの、選手なんですけど、まあこの人マジで強いですね。マジで強い。まあ普通にそれこそムリエルと、オシムヘンの、2トップで、行ってた時はあったんですけど、ムリエルが抜群に強すぎて、やばいですね。普通にドリブルが持った感じは軽いですし、ペースもあるし、でこう軽いドリブル持ちやすいんですけど、そこまでフィジカルも弱いっていう風に感じなかったですし、まあ一応フィジカルの数値も72はあるので、まあそこで、なんかめちゃくちゃ強いですね、この人は。持ちやすくて、ペースがあって、でフィジカルもそこそこあって、でシュートも普通に決めてくれるんですよね。決定力84で冷静さも82あるからか、普通にシュートも決めてくれる。なんでまあケミが合えばなんか全然この人エースでもいいんじゃないかなっていう風に、思いますね。本当にコスパの星というか、コスパ、まあ、コインがあまりなくて無課金の方だったり初心者の方からすると、普通にムリエルが、救ってくれるっていうのもあるんじゃないかなっていう風に思います。スキル逆足どちらも44で、まあ、比較的、いいですし、まあ、そういうところも使いやすさに、感じるところかなっていう風にも思うので、ムリエルはね、まあ、結構、まあ、1位2位3位4位5位という風に紹介をしましたけど、まあ、結構頭1個飛び抜けてるかなっていうぐらい、まあ、自分の中ではおすすめをしたいような、選手にはなってますね。1万以内で、行くとまあ強い、ぜひ使ってもらいたいような選手には、なってます。まあっていう感じで、まあ、もちろん他にも、いるかとは思うんですけど、一応、1万コイン以下の中ではこの人たちが、自分の中ではおすすめかなっていうふうには、思います。まあ先ほどにも、言った通り、まあ、この中から、まあ、エースを決めるでもいいですし、まあ、他の選手をエースにするでもいいかなっていうふうには、思いますけれども、まあコインが、なかったりとか、まあ、初心者無課金者の、方の、まあ、少しでも参考になれば嬉しいなっていうふうには思います。
それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。